はい、どうも自己紹介します。僕がセガイで、こちらがトウトトウアマトウのセドウ、セガイとサイトでゲルモニムです。お願いします。ダドーン。はい、ということでね、なんか違和感ありませんかねえ。今日ヒゲ生えてない。うん、え、はい、今日は髪の毛をセットしていません。え、なんで。はい、なんでかと言いますと、今日は今自粛とかで髪の毛を切りに行けない。いや、そうですね、じゃないですか。切りに行けないね。でも見てください、もうほらこんな伸びてるんですよ。僕伸びきってて、もうそれ切りたいなって思った時に、僕ら一緒に住んでるんですよ。とした瞬間に僕が、あ、髪の毛切りてえなーみたいに言った時に、彼が切ってあげるよって言ったんですよ。怖いよみたいな、なんでお前に切ってもらわなきゃいけないのって言ったら、大丈夫だよ、俺の兄ちゃん美容師だし、あ、じゃあいけるわって思ったんで。軽いなよお前まあせっかくでした、軽い切ってもらおうかなと思って。え、本日の企画は、え、美容師の兄貴を持つ弟が髪の毛を切ったらどうなんのかってわけです。なるへそ。はい、間近で見てきたわけですからね。まあそうだね、周りが切ってるところ、まあ、切り方わかるでしょ。一応イメージだけ伝えとくわ。うん、スカイハイ俺いつもこっちちょっと長くて、こっちちょっと短めにしてるんですよ。どのスカイハイさん。え、どのって、トリプル A の。あ、あのスカイハイさん、ね、そう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 。ということで、ね、切っていきましょう。レッツゴー。はい、ということで、準備してまいりました。意気込みはどうでしょうか。顔近いな意気込みはどうでしょうか。そうですね、やっぱりお客様のこの髪の毛というのはすごく大事なものですから、私が精一杯頑張ってお客様の髪の毛をメンテナンスしていきたいと思います。カリスマ美容師のタツさんですか。そうです。あ、なら安心でございます。本日はよろしくお願いいたします。で、一回ちょっと試しで切ってみてよ。試しで。うん。え、待って、何、あれ使わないの。俺ピン使わないよ。え、ピン使わないの。うん、怖っ。うわー、やばいやばい、なんでやるっつったんだまあいいやマジ頼むよ。基本的に前髪は重めだから。重め。うん、変な寒気する。白髪ある。ああ、切ってる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 。ああ、怖い。ニュキニュキだ。ああ、ちょっと待って、もういいや。怖いことは分かったんで、ここからはイヤホンして、アイマスクして、もう何も見えない状態にしますんで。終わったら終わったって言って。はい、これで何も聞こえてないし見えてません。いや、もうおかしくなっちゃってんじゃんお前。なんでこちらからスタートです。声量おかしくなってるお前。声量がおかしくなっちゃってるよ。さあ、というわけで切っていきましょう。というわけで、美容師の弟なんで、ここはね、しっかりと切っていきたいと思いますね。お客様どのような髪型にいたしますか。早く切っ、ちょ、早く切って、ちょっと待って、落ち着けよ。あのさ、何、俺今何も見えてないし何も聞こえてないから、うん、何もされなかったら周りみたいなもう人いないと思って不安になっちゃうから俺いねえかも今ねちょっと怖いから今ちょっとだけ切られて俺放置されてる状態だから。分かった。ちゃんと切ってる。怖っ。さてね、今回はね、切って参りたいと思います。お客様今回はどのような髪型にいたしますか。あ、そうですか、ありがとうございますいつもねブスブス言われてますからね、このバーガー、ガーリー、チビエ。なんでまだ切ってくんないの。え、早く切って。あ、切るってやよ。今お客様と会話してたの。俺と会話して。そう、いや、会話してたの。あ、そう。そう。え、ちなみにどんな会話してた。いや、あの、今回はどのような髪型にいたしますかって言っても何も言わないからさ。うん、あ、危ない危ないさっき言った通りでお願いします。え、それでは切っていきますね。
ビクビクすんな。お客様は普段どんな本読んだりするんですか？返事がない、ただの屍のようだ。僕結構困るんですよ。結構髪が硬くて説もしにくくて、でもお客様の髪はすごい説得しやすくていいですね。うっせえ、何言ってんだこれ。めっちゃ腹鳴ってんじゃないかお前。え、それ何だっけな。それ何。え、なんか言った？それ何？それ何？それ何？いや腹減ったな。腹減ったよね。お昼何食べる？やばいな。刺身食べ行きたいな。刺身はね、食べたいね。343ね、343。刺身、刺身。カレーでもいいな。カレー悪くないね。刺身カレーなんてどう？そしたらどっちも食べたい。ラーメン食べたい。何食べてんだ結局。食べたいものありすぎだろ。本当は僕じゃない、分かってはいるけど、他の誰かといる君なんて見たくない。うわ、目的はいい。それなんだ。あ、それ何。え、それ何。これめっちゃ好き俺。ちょっと暇だから肩上げ棒だと思ってきたけどね。聞いてる？聞いてたら肩トントンして。オッケー、持ってきて。え？肩上げ棒だとこれ。え？何これ？え？え？え？これ何？ニュルニュルしてる。え、なに？クックドゥ？これ。ちょっと一回目開けます。麻婆豆腐じゃねえか。おい、麻婆豆腐じゃねえかお前。はい、切っちゃって。いや、いい美容室だな。片揚げポテト食べれながら音楽も聴けて、髪の毛も切ってくれる。うぜえ、うぜえ、このカリスマ美容師うぜえ。あ、なんか落ち着く。何今の。可愛がってない。それ何。臭かった。ダメだったもんです。それでは、こっからは、何してんの？
前髪に、前髪に、ちょっと何ますので、ここからは完成までのお楽しみということにしたいと思います。それでは、前髪したいと思います。よーい。カットの方終わりまして、ウェイの髪型が完成いたしました。それではいきます。3、2、1、パッ。なんで撮んねんの？撮ってくれよ。いいよ。はい。3、2、1、パッ。そんな、はぁはぁ言ってるんですか？完成しましたね。完成しました。なんですけども。やっとこさ、はい。はい。皆さん見ててどう思いますか？てて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 てどっちとも言えないよね。まあね。え、なんかこうパッと見た感じだと、あ、うまいじゃん、いいじゃないですかみたいな。あとどこ聞いたのかわかんないって言われるかもしれないですけど、まあ結構軽くはなった。軽くなったでしょ。軽くなった。結構いったもんね。軽くなったのは、うん、ここのみ。ここと後ろのみね。そう。こことここにかけて。これ横見てわら分かるんですけど、うん、やっぱ持ってしてるんだよね。ああ。持ってしてて。持ってしてる。あと、こう、触った時に、うん、こっち短くて、こっち長いのよ。いや、俺、そういうやつだと思ったもん。そういう髪型にするのかなと思って、なんか言ってたじゃん、最初。うん、スカイハイさんみたいな髪型にしたいってでしょ、うん、で、こっち長くて、こっち短めねって言ったじゃん。いや、前髪の話だよ。あ、前髪だけなの？前髪、足名ってことね。あ、前髪だけ足なのね。そうそう。俺もうこっち短くて、こっち長いみたいな、こういうやつなのかなと思ってたけどさ。そんな髪が、変わった髪型してないでしょ、前髪。一つだけ、皆さんに伝えたいことがあります。うん、伝えたいこと。美容室に行きましょう。いや、悪くはない、悪くはないよ。え、ただね、やっぱ美容師さん上手だなと思った。うん、俺めっちゃあれだもん、切るときめっちゃ、どう切ってんだろう、いつもって思うもん。ただ、その美容師の兄がいるって言っても、うん、その、美容師の兄が切ってるとか、その学校の時練習してましたみたいな家でやってたと思うんだけど、うん、俺一切見たことなかったから、それ。まあ、じゃあいい方なんじゃない？まだ。一回も見たことないもん。そりゃそうだよ、あの人たち。だって2年学校行ってさ。そう、2年学校行ってさ。2年からさ、4年ぐらいまでさ、アシスタントで頑張ってさ。練習してんだよ、店で。残ってさ。それでやっと切れるようになってんのに。そんなハサミも一回ぐらいした図画工作でしか持ったことねえよ、みたいなやつがさ。急にあの立ちバサミ持ってさ、やりやすいでもそれ難しいよね。いやー、だからね、本当に、多分行った方がいいです、ちゃんと。うん。うん、あの、プロにやってもらうって大事だと思う、やっぱり。いや、本当に。うん。まあ、でも軽くはなった。うん。カメラで言うなら GoPro だね。プロのとこ行ってくださいです。ドープネス。おーい。おーい。で、これあったでしょ、途中のこれ。うん。あれだ。これなんだった?5回ぐらいやったでしょ、俺。うん。いや、もっとやったら10回ぐらいですよ。あれさ、こうやって、クックックってやったから、お前の顔の横にいて、ずっとやってるだけ。マジでやった。編集楽しみなんだけど。ここにはね、しっかり感謝しましょう。感謝しましょうね。うん。はい、ということなんでね、皆さんよかったら、コメント、高評価、そして、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。締めの言葉、よろしくお願いいたしましょう。はい。じゃあ、カウントダウン3、2、1でお願いします。いきます。3、2、1。美容師が使えるギャグ。じゃんけんぽん。最初はグー。じゃんけん。チョキチョキ。カット。チョキチョキ。面白い面白い。バイバーイ。